スターティングファイブ。8番の内野千佳恵、10番の町田瑠唯、注目選手です。11番の篠崎美桜、そして田中真美子が来ました。99番の小江モニカ、富士通レッドウェーブはこの5人で試合に入っていきます。チームを率いるのは BT テーブスヘッドコーチです。第20周大会 WEFC 戦第8周、富士通レッドウェーブ対昨年の対戦成績は、まあ、両チームとも東地区大会ということになりました。ダブルリーグです。さあ今試合が始まりました。画面右から左に攻めますの範囲としては、ね、いいと思いますね。はい、町田がアタックしてきました。リバウンドは田中真美子。さあ白沙耶、おっとオフェンスファール。富士通はあのディフェンスがとても得意なチームでありますけど、今日は特に、はい、5人で富士通は入っていきます。田中には白沙耶がマッチアップしています。田中アタックしていきました。岡田キャメラが決めて13得点としています。タッチハイジャック。中村、逆サイド飛ばして田中スリーポイント、53対51。町田またもやここのパス、今度2本目来るか、連続でスリーポイントシュート。いい展開に、ね、なってくるかと思うんですよね、はい、配球としては。まあ、でもあの先ほどのようにあのマリル選手がいることによって富士通も富士通。中村バスケットカウント、田中。富士通10番町田が下がって3番岡田が入ってきています。フリースローしっかり篠崎、田中のジャンパー。富士通は3番岡田が入っています。岡田のシュート、ファールもらいにくプレーというか、そういったフリースローとかでね、つないでもいいと思うんですよね。そしてここでとちょっと乱れたところ、富士通見逃しません。岡田、篠崎強いです。ディフェンスリバウンドを取って、はい、富士通にねチャンスを、セカンドチャンスを与えたくないですし、まあ、でも、ハイテクもファイナルに戻ることというのを目標に掲げています。 BD テーブスヘッドコーチ岡田突破していきます。前が開いた、10点差とかつけられた時の追い上げの、この踏ん張りであったり、はい、そういうプレーが、ね、本当に良かったと。